あと肛門腺脂肪とかちょっと新しいあんまり溜まってなかったかもしれないです。それもないですね。ねえ、第二。あ、ないでしょう、そうでしょう、先生。俺、毎日取るっすもん。じゃあ毎日はやらなくていいもん、こんなんだったら。そうでしょう。これ自体がさ、腫れてるんじゃないもん、しかし。あれ、俺、カシナ、溜まってないじゃんって。本当だ、ないね。ない、毎日やったんですよ。こんなことしかないね。じゃあもう毎日選んでください。2日に1回。うん、週1。週1で。これでさ、多分ね、強い力で絞りすぎちゃってさ、袋がさ、炎症起こしてさ、そんな力はいいよな。下からこうやって絞り上げるようにやってる。ちょっとお尻もこうやって。そんな強くはやった。じゃあ集中してください。もう毎日やらんでください。本当の出るね。絶対出ると思った。あれ。毎回俺あれって言っとるそれ。本当ね。私もあれって言った。あれだけしか出ないんだ。ほんじゃ、うん。あの袋味一番なってるみたいね、はい、でもなんか触れるからさ一週間行ってみるんで週に一にしましょう。はい、わかりました。偉い偉い。まあいい、お尻をさ床にこすったりはしないやつ。しないですね。はい、わかりました。すいません。はい、じゃあ右やりますね。絞ってもらってた。これ。お耳カイカイなの？プルプル振ってるけど。しょうがない。どこ行った？はい。まだにしよう。目薬しちゃって。もう一回目薬しちゃおう。耳シャッと終わらすぐよ。はい。はい、ごめんね。はい、頑張れ。あのカット麺、アルコールにつける前のやつ、さっきソニアさんが入れてたやつ。そこにカット麺、ドライのやつね。ちょっと袋で。もっともっとカットもいい、うん、もっともっと。おお。汚い。汚かったね。よいしょ。うん、かゆいんだよね。これ入れよう。リゾート。はい、ごめんね。足が動く。バイバイ。はい、よいしょ。じゃあどうでしょう。ちょっとさ、これを閉じて画角交差でこういう風にするんだよ。頑張れ。最初手で取れるだけ手で取った方がいいですね。そうですね。それからこれは緊張の事故。やってないよ。早い。これはあんまりたくさんだと。逆にあるですよ。
ありますよ。ごめんなさい。よし、じゃあ交戦勝者、はい、これ片付けて、これもどこまで行っちゃうの、よいしょ、はい、よし、お腹と耳何分、この子100の、あぶねえ、あぶねえ、3、はい、100の3、はい、お腹とさ肝臓、院長しか映ってない肝臓、ね、どっちが悪かったっけ、右だっけ、あ、耳は右です、耳振ってるね、肝臓、耳、左、よいしょ、こちらね、ペロン、あと放棄戦場だ、はい、ちょっとじゃあ変わって、ソニアさん、ソニアさん、はい、変わって、はい、じゃあ変わってください、お耳と口のお耳とお腹、まあお腹でも、はい、ってね、はい、耳と、そう、お腹、持ってちゃった、あ、すみません、あ、固めた、あ、そう、片付けたと思った、固めた、ここに入れといてね、何で少しなんだ、何でこのいっぱいあるのか、大きくね、そこ行っちゃった、あれこれのやつはどこ行っちゃった、あ、入ってるか、こっちこれ食べますか、取ってね、片付けるところ、そうすると全部片付けれるでしょ。うん、オッケー。はい、じゃあちょっともう、いいよ。当て取って、ちょっと持って、当てながら。まだ3分終わってないでしょ。また？あ、3分終わってない。まだ終わってない。はい。はい、あ、だからソニアさん当てて、じゃあ、あ、じゃあ持って。いっぱい、うん、ちょっといて、はい、ちょっとこれ落ちそう、はい、じゃあ放棄戦場します、光線照射じゃなくて吸入酸素するからね、なんか1枚引いといて、1まで4、あとね、ここも当てたい、喉、さあ、これはもういいんだ、
忘れないでカット麺戻してください。さっきのカット麺、うん、戻しといてね。はい、テーブル2番に、あ、もういいや、テーブル2番に行って、はい、いいよ、もうもうこんで3分やったでしょ、はい、止めて入れて、はい、はい、大丈夫ですか、まるちゃん、はい、調べてます、はい、カメラこれ